新型コロナウイルスに感染した長野市のキャバクラの従業員3人について、濃厚接触者が来店客を含む63人に上ることが分かりました。長野市権堂町のキャバクラ、リンゴ館では、おとといまでに従業員の男女3人の感染が確認されています。長野市保健所では、当初、3人の濃厚接触者について、従業員と来店客の合わせて42人としていましたが、その後の調査で、新たに21人が確認されたということです。このうち20人は、今月店を訪れた客で、濃厚接触者は、合わせて63人になりました。市では、今後も濃厚接触者が増える可能性があるとする一方、勤務先に対する偏見や差別、それに誹謗中傷をしないよう呼びかけています。